しくお願いします。怖いよね、前髪が止まらんのよーい。もう今日変なテンションです、私。なんか追い込まれてる。いやもう、ああもうねー。ああ。いやもう、ほんとに。いや。はい、あーこやーしか言ってない。はい、いやおかしい。はい、大丈夫ですよ。こんなに見るの、こんなの、こんな姿見るの、ググタス以来。うん、何年前ですかね。うん。いや、嬉しかったこともありました。あの、レコード大賞のね、あの、受賞させていただいたとき、昨日の、夜ですかね。あの、とても嬉しかったです。ぜひ皆さん聞いてください、見てください。うん、お前が本当にありがとうございます。めでたい。めでたい。いや本当に私もさ、私もメンバーみんな参加させていただいてて、歌詞もすごく気持ちがね、なんかその気持ち、なんかなんだろう、ファンの皆さんとこう伝えたいこと、なんか伝えたいことだったり、なんか共感する部分もあったりとか、やっぱり皆さんとつながる、皆さんをね、思って歌うたので、サビなので、もう一度ぜひ聞いてくださったり。妹は作業中です。パソコンずっとゲーム作ってます。すごいです、妹を尊敬する。本当に妹を本当に尊敬する。うん、私出会ってきた人の中で多分一番だと思う。こんなにさ、まっすぐに頑張ってて、かっこいい。あの、本当に、尊敬する。キーボード持ってるし、マウスで操作してますね。うん。え、音楽聴いてもらってる、配信の時は。音楽聴いてて、って。なんか多分私の声聞こえてないと思う。うん。こっち見ないし。
とね、ずっとパソコンと向かい合ってますね。朝の5時くらいまでずっとパソコン毎日操作してて、なんかすごいなって思いますね。はあ、本当に寝てない、ね、なんかもう私よりも起きてる。あと締め切りとかそういうのもあるかもしれないですけど、課題。いや、本当尊敬する。私に もうね、頑張りたい。頑張る。はい。すみません。すごいつむじばっかり見せてしまって。はい。本当に私は尊敬してますね。今まで出会った人の中で一番 尊敬する。今。いや、私は本当にいいですよ。本当。でも妹は本当にまっすぐですね。うん。本当に。すごい尊敬してます。わんわん泣いてる。わんわん泣いてる。私もね、パフォーマンスもそうだし、本当に努力していかなきゃ変わらんなと思って、頑張る。はい。表現力を磨く時だね、今はきっと、絶対。表現力磨く、いろいろ体験して、経験積んでいく。今すごい焦ってます 正直 今日はネガティブ。私すごいわかりやすいですよね。顔に出やすいと思う。顔が疲れてるって。疲れてると思う。目がなんか、寝たからかな。何度もクッションに顔隠しちゃうし。前髪が疲れてる。どういうこと？ なんだ？私はすぐ顔に出やすいタイプなんで。明日は早くないですよ。やっぱり、ちょっと努力していきたいなって思いました。なんか、やっぱ近くで、そう頑張ってる人を見ると、私も頑張らないとなって思います。
本当に。でも自分に負けないことですね。うん。明日、いい運動会の練習あるみたいなんですけど、それって出てるのかな？ 情報 出てないのかな？出てるのかな？なんか、チーム対抗やるって？あ、そうなん？なんか今日急に来て 明日出れますか？で、あ、出れます。そう、ゲーム。多分オープンレッグですよね。だから、ちょっと伝え忘れちゃったんですけど。全チームやるの？ええー。はい、多分。何時だろう。明日、お知らせしますね。いや、ゲームはもう、いつでもできます、私。うん。T シャツ持ってないんですけど、私は多分、お家で多分みんなやると思うんで、うん。でも離れながら配信するのはすごい初なので、なんかみんなそばにいないっていう。あれはマイクとか使った方がいいのかな？うん。わからないんですけど、本当にその機能使ったことないのでわからないんですけど。うん。はい。でも明日は、あれかな？エクスペリアで多分配信するので、ちょっと遠いかもしれないんですけど。あと2分。今日はちょっとよくわからない私でしたが まあね、やっぱり皆さんとね、こうやって少しでもご気持ちをね、共有することができたり、お伝えすることができて本当に嬉しいです。私も毎日本当にやっぱ皆さんの言葉が支えになってます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。終わったらとりあえず夜二度寝な。二度寝する。できるかな？ たくさん寝ますわ。たくさん寝ます。自分と向き合いますわ。これがゆかる声。はい。皆さんもゆっくり休んでください。それでは、今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。また明日も見てください。バイバーイ。おやすみなさい。ハート。あ、キュン。